じゃあ皆さん、内藤先生です。我らのね。三鷹ちゃんです。22日、待ってるぞって言いたいんだけど。待ってるぞって言っても、いや、大将に行くなって言ってて、行ってこないよ。あ、そう。多分大将が来るなって言われて、いや、行けないよとか言う人に。ライオンださん。うん。あ、まして金がないから。なんで、仕事しないんでしょ？してないよ。いや、俺が遊びに行った時、先輩で、まあ、家まで行った時に、うん、まあ、まあ、お酒代は、まあ、買ったりとかしていくじゃん。うん、で、次の日とか、なんか飯食いに行こうって、サイゼリア行こうよって言って、うん、サイゼリア行って、もう俺が全部、まあ、サイゼリアに出して、まあ、それぐらいやったらいいやと思ったら、うん、このラオクのお母さんが、いたか、卵代、え、卵代僕出すんですかって、うん、あ、はいって、え、いくらですか ?300 円って、え、300円も自分出せないんじゃないですかって言って、たまたま見たら500円玉しかないから500円玉で卵買って書いてたらうん、豊かありがとう卵買って書いてたからね。でもそういえば前言ってたよね、豊かね。いやー俺、豊、ナオ君と会うの大変だよってなんか言ってなかった。毎回お金せびられるってさ。だからやっぱ本当に当たり前よ、豊かって、うん、いい安いなんかスナック、うん、あるんだ家に近くって、うん、まあ3、4回行ってんだけど、うんね、お金一円も俺が払うとこない、もらうとこないからね。ラオ君は、働かないし、金使いは荒いよね。で、ラオ君にはいくら出してんだっけ？もう3万ぐらい出した。でもラオ君はもう持ってないと思うと思ってるから。もうそれ。出すもんだと思ってるから、俺は諦めて。でももう出したお金は3万ぐらいいってるでしょ。もうトータル。これ1年ぐらいで。3万？うん。もっと行ってるだんだんもう一回どれ行ったら3万4万5万かかるじゃん、うん、何回のみ行ってんだよってなるじゃん、うん、でもさ千葉では豊かラオくんみたいなことやってんだよ。飲みじゃんキャバクラとか5分で家に寝てで3時間いるんだよ。意味ないんだよね。ずっと3時間中何やってるさ。寝てんだよあの人。で、金払うの俺だから意味がないってるよね。ラオ君、飲まよって言って、寝てるじゃん。うん、で、俺一人でも女の子と喋ってるだけで。うん、で、会計になって、ラオ君、会計でも帰るよって言ったら、だから頼みよって言って。うん、で、意味わかんない、本当に。マジで。それで会計全部俺だからね。